背中が傷だらけです。ここは背中から落ちました。ちょっと再現してどうしよう。どうしよったんか。蚊が来る。蚊が来る。で最後あここをバックドロップしたという。そう犬神家になっとった。危なかったな。そらジロー君がスタンディングを説明してくれるそうです。はい。皆さん。よく聞いてください。はい。じゃあ、そらジロー先生、よろしくお願いします。はい。もうこういうチャリーのタイヤは、ちょうどイカにスポンとはまる、ような場所を探しましょう。はい。別にこういう風なやつじゃなくて、ああ、スポってはまるね。うん。前輪が固定できたらやりやすいね。うん。まあ、でも、なんか、これでも難しいという場合は、こう持ってもらう、こういう風に、これだったら、あれだろうと大体はできる。じゃあこう持ってくる。で、まあ一番スタンダードな、今は普通の、このスタンディング。うん、まあ最初はこの楽な姿勢で。楽な姿勢。まあ、この後もこういう寄りかかれるやつがない、単純な、まっすぐな壁でやりましょう。うん、できるで状態でもうやります。まあ何秒ぐらいいけたらまあいいかなっていう目安はもう作りましょう。まあ大体10秒ぐらいでいいと思います。寄りかかっもうこういうこうやってももう大丈夫な石でこういう逆回転っていうのをやります。うん、大体ビビらへん。うん。ちょっと後ろすぎだな。あそう。どんぐらいか。うん。なんかコツある？できるか。コツ、コツは頭が左右にぶれんことじゃな。うん。頭の位置が固定しとって、上半身が固定しとって、腰から下だけ動かすような感じだ。これを慣れたら、こういうバックっていうのもできます。で、そのバックの時、一応バックの時のコツは、ならんように、ちゃんと体を、こういう風に、後ろに引いた状態でキープして、頑張りましょう。できる限り、こういう、ふうにちょっとなんかこういう下り坂になっている場所はバックやりやすいです。まあこういうふうにこれがまあここら辺までケツを下げてでこういうふうに上げていきます。これだけでも結構きついです、はい、意外と慣れてなかったら。でこれを慣れてきたらからまあこういうこういうステアを登った後のこれの木をできるからあやばいってついつい足ついてしまうのを防ぐことができます。でこれで待てよ、その初心者はそのシーソースタンディングができるの。ちょっと説明してね。このシーソースタンディングちょっとこれ狭い場所での方向転換とあとキュッとバランスを取るっていうのがあります。腕でオーラーってやるんじゃなくて、まあ、最初の1回だけ別にやってもいいけれど最初の1回以外はできる限りこういう重心移動でやっていきましょう。それができんのよ、みんな。フロントリア、フロントリア。自転車、できる限り自転車に合わせてから、前後ろ動く？ああそうだな。あと、ブレーキがおにぎりであることじゃない。ああ、確かに。これ、ブレーキが。ブレーキは、まあ、チョキ握り。結構いいやつじゃない限りは、チョキ握りで最初やりましょう。トラド、一人で一本でできる。ん？一本でいいよ、別に。これ結構いいやつじゃん。
もうちょっと大げさになりすぎた。まあ、まあ、重たいんです。これは軽いだけであって、基本的にはまあ最初結構大げさにやっても大丈夫です。自転車の動きに体を合わせることじゃな。自転車が前、後ろ上がって来ようとしょるのに無理に変な動きをするんじゃなくて、ちゃんと自転車の動きに一緒に、あ、前行ったなってなったら行って、で、あ、後ろ行くなってなったら、にやってって、ペダルがどんどんずつ上がってきたら、あ、上がってきたなって思ったら、ジャックナイフしてる間にちょっとだけこういう風にやっていきましょう。結構大げさにやったけど、あ、分かるように大げさにやって、まあ要するにリアブレーキを離すんよな。ジャックナイフした時にリアブレーキを離して水平に、ペダルを水平に戻してやる。上がって、ペダルが上がってきたら、リアタイヤをちょっと、まあまあ、そうそうそう。そうそうそう。カニ移動。でも行ったら帰ってくる。その時もペダルが上がってこんように。戻る。スタンディング。スタンディング。だけどその時はフルロックじゃけチョキでもいいな。チョキ握りであって。逆にチョキ握りじゃないとやりにくいかも。最初は。まあ最初はまあ。まあ自分的に、あ、こっちの方がなんかちょっとだけでなんかやりやすいような気がするってやつ、さあ練習していきましょう。できる。では、あ、これ、あ、まあまあできるようになってきたなって思ったら、じゃあ反対方向もやっていきましょう、ちゃんと。そうじゃない、フロントホップしようか。オッケー。じゃあフロントホップは、まあ力で上げるんじゃなくて、ちゃんとボディアクションっていう体の動きで上げていきましょう。状態で適当な中壁につけて、フロントでバランスちゃんと取れたら、取れた状態で、で、はめてグッポーンってやって引きましょう。まっすぐ引きましょう、後ろに。はい。で、これは運転はほんまにもう、だい、まあ、9割はボディアクションでいきましょう、最低。1割以下で、まあ、力が入ってるかなっていうぐらいにしましょう。力で上げたら、力っていうか腕ね、腕。腕で上げる。腕で上げたら疲れるし、もう、後で大変。腕力で、腕の力で、こう引きつけたら、かえって危ないけ。腰、体、胴体全体で持っていくように、ちゃんとグッポンって、前に、あ、そうだ、ちょっと待って、これちょっとグッポンっていうイメージトレーニングもちょっとだけやってみましょう。そうじゃな、飛ぶ、一瞬飛ばにゃいけんな、自分は。グッと前に溜めて、あ、ちょっと待って、でもしもの時のためにちゃんとこれのこういう風にできるようにしておきましょう、一応。まあとりあえず最初はもうフルロックした状態でからやった方がいいですね。はい、もういきなり漕ぎ上げとかじゃなくてフルロックさせとって安全に後ろにまっすぐ逃げてやることができたらウィリーの限界点が分かるんで、まあこれ以上上がったらもうこれ足掴んでいけなっていう ところがちょっとだけゆっくりで、その時に腕が曲がっとったらバックドロップしちゃうから、腕を曲げんように、こう腕がこう曲がっとったら本当背中から落ちるんで、背中がのけぞるような形だったら結構危ないんで、のけぞる前に後ろに逃げてやったら安全だと思います。そうそうそう、降りる時も少し
あの腰が引いとってから安全にバックドロップせんように、まずそのフロントをここまで上げるっていうアクションを、あの漕ぎパワー、ペダルパワーじゃなくて完全にフルロックさせてボディアクションでそこまで持っていけるか、でまあ少しちょっと上り坂でね、ここ登っとるけすごい簡単じゃろ、クッポン、で普通のフロントホップはこれの小規模版って感じで、そうそう、それも腕で上げない、しっかり膝柔らかく、これも90度ちょこちょ少しずつ振ってって、あーちゃんとちょっとだけ倒して戻す感じで、うん、でまた元に戻るか、で腕力で引きつけんように気をつけて、足首膝腰か下半身を重心に、さっきのみたいに、そうそう、まあ一応そう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 じゃな、その足首膝の動きで、だけどあんまり腕の力じゃなくてやっぱ下半身の力で動かしていけばそんなバランスは崩れることないんじゃないかな。あとこれもやりやすい方向、やりにくい方向があるんで、とりあえず最初はやりにくい、まあ、じゃない、やりやすい方向でやってて、まあ、やりやすいがある程度できるようになったらやりにくいもチャレンジしていきましょう。まあ人それぞれじゃっけ、右に振るのが得意な人もおれば、左に振るのが得意な人もおるけ、まああとはこの傾斜を利用してちょっとバックしたりとかね。このちょっとした勾配があるけ、そこをバックしたり進んだりで、まあさっき、まあ後ろにもちょっと見とくけど、そう、まあ、こういう風に滑らないように、ちゃんと後ろに引いてってキープしていきましょう。まずは一回転やってですぐ止めるって感じでジャックナイフターンは逆に頭下りでやったら楽よね。ジャックナイフターンのコツは？そう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 。まあリアホップみたいに、いやフロントホップみたいに、これちゃんと倒したい方向に向けてやる。まあこれまたお尻を振ってから足首膝柔らかく持って、そうそうそう、分かりやすいです。そうそう、お尻を上下にして、お尻を、基本的にはこの三角の形は変わらない、手と頭のこの三角の形は変わらずにお尻だけ振っていくような感じで、このように基本テクニックが身についたら、まあある程度はこういうところ、こういう自然の地形も走れるんじゃないかなと思います。はい、だからその基本テクニックが身についてないのにこういうとこ来てももう意味がない。いや意味はないことないんだけど、ただただしんどいだけなんで、まあ普通に平らなところでから結構ね、スタンディングでもうすでにやめる人がおるけね、どうしようか、さあなんか誰かにさフロント持ってもらってからさ、さあその状態でからさ普通のチャリみたいな感じでやったらいいんじゃない。まあそうじゃね、普通のチャリだったらねえ、あえてその元からついてる椅子を使ってみるっていうのもありかもしれないね。まあちょっとしたこう今だって今そこでまっすぐスタンディングは簡単でしょ。こういうこれもちょっとしたくぼみとか、ほんまちょっとしたものなんだけど、それに寄りかかったり、どうにかして楽な方法を探して、なるべく大きく動かずに小さい力で修正 していくように、省エネ、省エネで、あんまり大きく動くとやっぱ大きくバランスも崩れるんで、まあ最初のうちはそれがわからんの、力加減がわからんけ、難しいと思うんだけど、だんだん力を抜いてできるように、もうこればっかりは慣れ
練習してくださいとしか言いようがない、ね、気をつけんといけんのはその力いっぱいハンドルを握らないことだよね。このスタンディングだってそんなグーって握ってないじゃろ。ブレーキはそりゃするけど、うん、あんまりギュッと握らずに、まあ、あくまでハンドルは押しとくだけ、寄りかかって押しとるだけ、うん、手そこで手パーにできる、親指を外して手パーで、そうそうそう、手はこうやって置いとくだけ基本的には。でそこからブレーキかけてやるために握っとるっていう感じで、うん、あんまり握力を使わないように、うん、ブレーキをするからどうしても握るけど、基本的には両方均等に押しとったら頭の位置は真ん中に来るはずなんで、うん、腕で曲げちゃうとどうしてもペダルの位置関係的に右にずれたり左にずれたりするんで、素直に両方均等に押しハンドルを押しとる状態、まあ腕立て伏せしとるような感じですかね。そう腕立て伏せしとるような感じで、でフロントアップする時は逆にハンドルにぶら下がるような感じで引っ張ってやる。そう、うん、引っ張るじゃろ、両、うん、それも右と左、右手も左手も同じぐらいの力で引っ張っとるじゃろ。頭がどういうところにちょっと前行きすぎじゃないとか、そういうふうに、まあ、誰かと一緒にやったら、まあ、いいんじゃないかな。そうじゃない、自分じゃ分からんけどね。自分じゃできとるつもりでもできてなかったりするけど。まあまあ、うん、この、盆休みに嫌になった人へ向けてちょっと一言お願いします。なんかもうやめたって思っとる人、やり方思ってたやり方が全然違ったりとか、もうそういうふうに、まあ、そうね、まあ、そもそもなんか違っとったりする系ね、あの力の入れ方とかっていうか力なんか入れんのんじゃけど、うん、そもそもやり方が間違ってるっていう可能性もあるよね、うん、だから、まあ、ちゃんと、まあ、ある程度の、まあ、一定以上できる人と一緒にやる、うん、じゃね、周りに誰も経験者がいなかったらただただしんどい乗り物なんで、うん、一人ぼっちでやっちゃうとどうしても誰も間違いに気がつかずにいろいろやって、あの手首が痛くなったり腰が痛くなったりして、みんな健康のためにやるって言って不健康になってやめていくんだけど非常に残念に思うところですけど、まあ、トラは今のところ今日は背中を傷つけたけど蚊に刺されまくったりしてボロボロになっとるけど、そんな大きな怪我はないね、うん、どっか痛いとこあるか、うん、特にないね、まあこけたぐらいじゃね、最近は、うん、怪我って言っても、まあ、膝すりむいたぐらいで、うん、まあ大きな、まあ、骨折とかそういうレベルは特にないないけど、気をつけんとね、うん、だけ基本的な技を習得して 大技に取り掛かればうん、いいと思います。まあ大技は、まあ別に大技がやったから絶対1位取れるとかそういうのじゃなくて、できたからって別にそれ以外の対処法も考えてからやってみるのもありとか、うん、まあ要するに今やった基本技ができたらこういうとこ、こういうね、うん、まあ一応自然の地形でトライアルはできるはずってかできとるんだっけ、うん、トラも別にそんなダニエル完璧にマスターしてるわけでもないじゃん、うん、うん、まあできにはできんでもトライアルはできるってことよね、うん、別に でもできんくんでも別に他のやり方でも普通にもうフロントめっちゃ上げてから足ついてからリア持ってあげるだけでもできてるはできたよね、うん、あそこでもとりあえず足ついていって、うん、走って走れんことはないって、トラジロくんが2500年記念に説明してみました。役に立ったでしょうか。まあ面白かったりしたら、まあチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。お疲れ様です。まあ基本だけど、お父さんがやっとることも基本しかやってないよね。そんな変わったことはやってなくて、全てがそのスタンディング、ジャックナイフとかシーソーとかね、こう送り出しとか基本の組み合わせじゃけ、要するにスタンディングって面白くないじゃん。面白くないし、しんどいばっかりになってから結局
連休でからたくさんの人が始めるんだけど、うん、そこでからなんかつまんねえやって思ってから辞める人がほとんどない。もうはっきり言って9割方辞めるんよね、うん、もうオーバーの話じゃなくてあの、うん、フリーンじゃ今のところ結構いろんな人が始めるのはいろいろ見てきとるわけない、うん、だけど今やってる人って、うん、まあほぼ見かけないっていうか、うん、長くやっとる人は、まあ、大体3ヶ月ぐらいで飽きちゃうっていうか、うん、本来はちゃんとその基本を完璧にマスターしたら、うん、こんぐらいこの程度のことは全然なんてことはないんだよね、うん、お父さんは別にもう中年の親父なんで筋力もないし、うん、ジャンプ力もないんだけど、うん、基本と基本を組み合わせてこうやって遊ぶっていうか、大事なことなんじゃけどどうしても退屈な練習になるけどう楽しむかがまあその人の向き不向きかね、まあ それとしか言いようがないよね。せっかく高い金払って自転車買ったのにつまんねえやと思ってから、いやそれはしんどい走り方するからつまんなくなるわけであって、うん、こんなんとかでも別になんてことはないよね。まあ確かにあの高低差があるけしんどいっちゃしんどいけど、うん、まあそれは高低差がある、うん、登ったり降りたりがあるからしんどいだけであって、うん、公園のフラットな時点でからしんどいっていうことは何かが間違ってるんだよね、うん、公園で走ってしんどかったらこういうところまず走れんわけじゃん、うん、このスタンディングの重要性にあのみんな、うん、分かってないっていうか、こんなもん真面目に練習したって面白くもなんともねえやって思ってから、そのいきなりこぎ上げウィリーとか、いきなりなんか大技をやろうとするに、なん、まあそれは今あの自転車ってすごいダニエルに特化した自転車じゃできるわけない、あの腕力筋力運動神経のいい人は。だけど本当はそうじゃなくて、そのちゃんとセンターに乗って確認しながら一つ一つ丁寧に乗れるようになったら、こういうところも走って誰でもできるはずなんだけどね。まあ、まあ例外的にそのやっぱあの年をね50代60代になると難しいっていうのはあるけど、まあ、あの基本的にあの体力が落ちとるけできないっていうのはあるけど、その若い人だとか子供なんかは別にね乗れば上手くなるし、そういうもんやね。であの子供たちはあの多いのはあの何にも考えてないよね。まあ何にも考えてないからできるっていうのもあるし、それが、まあ、良くも悪くもあるんだけどね、トラなんかでもよく言うけど、ちいたもの考えてからやれってから走れって言うけど、で逆に年寄りはあの考えすぎて何もできないっていうか、いや考えずにまずやってみろよっていう考え、その難しいけどね、あの吸収しにくい。大人はね確かにあの頭でっかちになってからあのどうしてもやらないんだけど、俺もそうだけどね、もう結果が見えとるじゃん、このここ飛び込んだら絶対滑るなっていうのがもう頭にあるけど、今日もやらんかったじゃん、本当はや何も考えずにこことかでも送り、ね、飛びついていきゃいいんだけど、もう結果が見えとるけ、ここからやったら今日グリップ悪いし、もう湿度が高すぎてからしんどいしね、で子供はそんなこと考えてないき、わけのわからん動きしてから、うん、なんていうん、なんていうか足なんていうんか犬神か真っ逆さまになっとるけん、何しようんやって思うけど、なんでこんなことになっとんだろう、風で顔を吐いて、わけのわからん動きをやってから危うく死にかけとったけどかわいい、まあちょっと目を離さんようにしないけんけど、わけのわからんことしやがるけど、大人はね、もうわけのわからんことはできんけ、うん、まあできるうちにいろいろ、そうそう、勉強だ勉強やね、
でここもちゃんとした動きがちゃんと体が動けてないとこういうところも登れんけん、ね、微妙にその地面が水平な場所がないけ、うん、ちょっとした傾斜でから、うん、タイミングを逃すと全然自転車が前に進んでくれんかったりするんで、うん、でそのこのやっとる全ての動きが基本なんよね、うんうん、まあだからスタンディングを起点にいろんな動きにつなげていくっていうのが自転車トライアルの醍醐味っていうか楽しみだと思うんで、ちょっと頑張ってスタンディングをマスターしてください。はい、今日はこんな動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。うん。